も皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、パズドラね、学園イベントと、あとは、鍵の勇者と滞在流ですねのイベントが同時に実装されまして、で、その学園イベントの中にね、今回新しくね、ギアステップキャラにいろいろ強化が入りましたと。まあ、例えば、やっぱ結構一押しなのがノーチラスとかはね、これ無股間8個持ちの火力になって、リーダースキルも 77% 軽減に、攻撃30倍5コンボ加算、木の回復力が4倍と、結構えげつないリーダースキルになってない？回復4倍 77% 軽減っていうね。耐久値は 77% だから、ちょい低めではあるけども、やっぱりそれ以上に回復4倍はでかいし、5コンボ加算もあって、無股間8個の火力もあって、スキルも5ターンルーレット生成に5ターン上限50億解放なんで、まあさすがに優秀なんですよね。まあっていう感じになってたりとかね、してるんですけども、まあ他のキャラは全体的に、まあ絶妙な強化なんですよ。正直強いとは言えないし、弱くもないぐらいの強化なんですね。だからまあ、強いて言うなら強いのノーチラスとか、ぐらいなんですけども、まあその中で、だいぶ期待されてるキャラが一体いまして、それがね、ギアステップのこのギアステッププレーノですね。で、プレーノはもちろん強化入りました。スキブ3つの22ターン1ターンヘイスト、3ターン4コンボ加算で変身できますと。ね、スキブ3の1ターンヘイスト変身キャラクターで、じゃあ変身後どんな感じの性能かっていうと、まあこちら見てもらえればわかるんですが、こんな感じ。まず覚醒がバインド、指4つ、ガドブレ、5色攻撃6個にボイス持ちと。まあ、4.5 の6乗なんで、倍率としては8303倍の火力持ってくれていて、まあ普通に優秀な火力持ってますと。で、属性は2タイプしか持ってないんですね。2タイプしか持っていない代わりに、スキルが1ターンの間自分の上限値が6条区に6解除し、盤面を火水木光闇回復の6色陣に変化が2ターンとなっております。はい、だから2属性しか持ってないから120億しか所詮火力は出ないけども2ターンで6解除6色陣使えるから、お邪魔耐性毒耐性とかは一切積む必要がないというねスキルになっています。リーダースキルに関しても5色同時攻撃でダメージを激減、攻撃40倍、4コンボ加算、マシンタイプの回帰力が4倍となっております。まあまあまあ、リーダースキルは回帰4倍持っててね、面白い性能してると思うんですけども、ちょっと今回の本題はこっからですね。タイトルとサムネイルにもある通り、まあこの GS プレーナー、まあまあまあ、正直言って半年前ぐらいだったら全然強い性能してる強化もらえてるんですね。半年前ぐらいだったら、そう、今これ皮肉言ってますからね、俺は。半年前ぐらいだったら結構やれる性能してるんですよ。特に鬼滅の刃頃が来る前だったら。そうなんです。今回は、プレーナと赤座を、比較しながら話して、どのぐらいこの GS プレーナが、赤座と競えるのかという話をしていこうと思います。なんで赤座かと言いますと、実は赤座って現環境の多色最強リーダー一択なんですね。そもそも今って単色の時代で、まあ、単色というか二属性の時代だよね。まあ、例えば、豪天みたいな単色とか、あとは、まあ、10日グレーシスみたいなね、二属性、ノバみたいな二属性のキャラとか、まあ、そのいろんな感じでね、単色もしくは二属性が強いと思うんだけど、そんな現状で、赤座だけ唯一この多色環境、単色環境を生き抜いていて間違いなく、まあ、25ターンスキブ0っていうね、変身はめっちゃ大変なんですよ。GS プレーナーですら、22ターンの1ターンヘイストのスキブ3個持ち変身なんで、スキブの変身はめっちゃ大変なんですけども、変身後の火力が、まず7強プラスに5色攻撃4つ持ってるんで、まあ、この時点で火力がだから 4.5 の4乗かける4倍の火力、この時点で1640倍、さらに陰の加護持ってるので、陰の加護が刺さるダンジョンだったら攻撃力5倍乗りますと。でガドブレ封印バインド指ボイス持ちとなっております。はい、でもうこの時点で攻撃力倍率8002倍とかあるんだけども、もっとやばいのが攻撃力 33878 なんですね。さっき紹介した GS プレーナーの攻撃力がだいたい6015なんで、約5倍分の火力を持ってます。そうなので、マジで GS プレーナーで換算するんだったら、もはやこれに攻撃力5倍で4万1000倍で判断してもいいぐらいのレベルで、まあ、そのぐらい強いんですけども、倍率としては8201倍で、かつプレーナーの5倍の攻撃力を持っているという結構えげつないバケモンキャラなんですね。そうで、ちょっとこっからなの、この赤座のやばいところは。本当に何回見てもこいつやばいんだけど、まず火水闇の3属性持ちです。意味わからん。火水闇で3属性持ってくれていて、さらにスキルも1ターン自分の上限値が70億に6解除し、火水木光闇回復を3個ずつ生成が2ターンとなっております。そうだから、これで上限70億の6解除6色生成に2ターン生成ってね。強すぎ？普通に。普通強すぎるのよね。しかも3属性持ってるの。で、まぁ、ちょっとリーダースキルも見ていくと、リーダースキルは4色同時ダメージを半減、攻撃、固定500万ダメージ、攻撃力が13倍、悪魔タイプの HP が 2.5 倍、攻撃と回復が4倍です。まあ、だから、HP2.5 倍半減あって、ね、攻撃力も52倍あって、実質 HP も5倍、さらに固定500万もあります。で、回復4倍、まぁ、2.5 倍の回復4倍だから、まぁ、厳密にちょっと違うけど、持ってると。
バケモンすぎん普通に。だ実質的な回復力で言うと 1.6 倍ぐらいですけど、まあそれでも回復力倍率もあるという感じなんですね。だ俺がちょっと言いたいのは、まあ、別にリーダー性能とかも仕方ないんですよ。プレナは回復4倍持ってるから赤座よりさ耐久値が低い、まあ実質 HP4 倍しかないけどね、それは仕方ないんだけど、俺がどうしても言いたいのは、今回運営は赤座をね実装した後にプレナを実装してるわけじゃないですか。っていうことはまあ当然ながらユーザーは赤座とプレナを比べるじゃないですかね。まあ言うてプレナって学園ガチャの星6枠なんでね、学園ガチャの星6だから弱いのは仕方ないみたいな人も絶対いるとは思うんだけど、それは間違いないんだけど、あまりにもかわいそうじゃないこれ。まあ、確かにね、赤座とプレナを比べてどっちが強い弱いっていうのはちょっとまあなんていうの、まあ仕方ないところはありますけど、まあにしても運営はこれを3ヶ月以上前に実装してるんだから、赤座っていうぶっ壊れキャラクターを。まあ、だとしたらちょっと、なんなら4ヶ月以上前か。だとしたらちょっと、4ヶ月じゃない、ごめん、3ヶ月前か。3ヶ月前ぐらいね。3ヶ月ぐらい前に実装してるんだから。だとしたらちょっとこの赤座の性能を視野に入れて強化してほしかったなっていう気持ちあるよね、実際。だってさ、赤座はプレイの、ね、約5倍の火力をインの角度出せて、まあ、インの角度なくても同じくらいの火力を持っている上に、上限70億に6解除6色3個ずつ生成ができると。で、プレーナはそれに対して2属性しかない上に60億解放しかないっていう、もう火力が120億と210億だよ。ね。で、まあ一応プレーナは6色生成、6解除6色生成ができるっていうメリットあるんですよ。6色人だからね。そう、プレーナは6色人で、赤座は6色を3個ずつ生成だから、例えば毒花火とか爆弾花火とかの対策って赤座だったらできないわけよね。そう。で、それに対してプレーナは完全に消し切れるわけだから、っていう時点で、もちろんプレナの強い点もあるから、厳密に回復感っていうのは難しいんだけど、まあ、正直ほぼ回復感やね。そもそももう多色において、まあ、正直もうほとんどプレナを使うメリットっていうのは赤座がいる時点で、ほぼ、正直ほぼゼロに等しいっていうレベルで、微妙なんですよね。っていうのがこのプレナの強化。だから俺はこのギアステップの強化を見た時に、って言ってたじゃん。まあ、あれは完全にこいつ赤座の介護官すぎんって思っててすごい微妙な反応してたんだけど、今回強化で50億から60億になったんだけど、マジでそれ以上に3属性つけてほしかったなっていう気持ちはある。まあ、3属性ついてやっと赤座と比べる土台に上がれるんで、まだこいつ土台にすら上がってないんで、それがなんかちょっとね微妙な強化かなと思いました。で、結構僕今回の新学期ガチャの強化はやっぱりシーズンガチャということもあって、過去最低レベルにまあなんていうの、微妙なキャラが多いかなというイメージです。まあなんかこれはちょっとここから俺の感想になるんだけど、例えば今回の新学期の新キャラであるカミラとかいるよね。もうそういう環境をぶっ壊すような周回インフレキャラクターをまず残存、新しくガチャに入れますと。そう、こういうカミラみたいなね。こういうぶっ壊れキャラをガチャに入れます。それで引かせるまではもういいと思うの、100ポイズって。まあ、だって別にさ、パズドラランウェイだって、ね、その売り上げが欲しいから、こういうカミラを星6キャラに実装すら全然当たり前じゃん。星7ガチャに実装すら当たり前じゃん。もうそこに対して批判してももうどうしようもできんから、それはいいんだけど、なんかそれ以上にだったら、その新学期ガチャを引く人があまりにもこれ、なんていうの、微妙なんだよね。まあはっきり言って新キャラ引けない限りゴミみたいな。ギアステップすらもうほとんど強いキャラいないし、で、シーズンガチャも当然強化手抜きだから大して強いキャラはいない。まあちょっとずつはいるけどね。ほとんどいないっていう。これはなんかちょっとね、個人的にはなんか、微妙だなとは思いました。だからなんかせっかく新学期が着国して、ギアステップっていうパズドラ内で、イベントとして立ち上げたんだったら、もうちょっと気合い入れてほしかったなっていうのが正直なところ。だから、それこそ本当に3属性持たせてくれたら、まだ、その赤座と比べて、まあ、インの覚悟じゃなかったら、プレーナは6色人だから強いよねとか、があったわけじゃん。だとしても、この制度で実装されたらもう本当にどうしようもできないから、なんか YouTuber 目線としては、もうちょっと気合い入れた評価が欲しかったなってのが正直なところでした。まあこれに対して別に何言っても変わんないんで仕方ないんですけど。まあでもなんかやっぱりさ、結局既存キャラが強くないなんて盛り上がらないじゃん、このゲームって。ね。そんな新キャラで集金ってしてもさ、ユーザーからしたら既存キャラも強くなった上で新キャラの集金だったらまだいいしさ、例えば今年から新学期ガチャ引く人も、既存キャラ強くなってて新キャラも強かったらなおさら引く価値あるってなるじゃん。なのに新キャラだけぶっ壊して既存キャラ弱い、新キャラ引けないとゴミです。そんなゲームは別に将来性がないからね。今だけ集金できてももう終わっちゃうわけなんだから、マジでパズドラはちょっとそこ考えて、なんか別に、本当にだからその何回も言ってると思うんだけど動画で、最強を作んなくてもいいけど、せめて最強と競えるぐらいのキャラを作ってくれって言うじゃん。
もうこのプレーナーが開かずと競えるポイントって本当に少ないからね。だからそういうとこちゃんとしてほしいなと僕は思います。みんなこの教科どう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。じゃあ今回の動画は終わりになります。ぜひ共感できた人だけね、高評価お願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。